昼間たっぷり寝たせいで眠れなくなったじゃないか。夜食夜食っと。アクアか？見張りもいないなんて考えすぎだったかな。最後の日にどうやら当たりがやってきたらしい。幸運のメガネエリス様、感謝します。気のせいかな。宝カンチンの音、お宝はこっちの方か。ガーコーさあ神妙にしろ。巷を騒がす特命、どうやら相手が悪かったな。そこらのボンクラならともかく、魔王軍幹部を相手取ってきたこの俺から逃げられると思わない。たまって、君もしかして。なんだろう、どこかで聞き覚えがあるような。ひょっとしてカズマくんっていうか、ちょ、今すごいとこ掴んでるんだけど。いや、侵入者を捕まえてるだけだから。あたしだよ。クリスが噂の貴族だったのか。もうお嫁に行けない。仕方ないだろ、族だと思ったんだから。っていうか、どうして君がこんなところにいるのさ。来て。ねえ、起きてってば。クセモノ！私だよ私！それやめ、どこの当てのやめて、ダークネス、ダークネス助けて。なんだクリスか。私だよ。ねえ、侵入者が私だって確信してから抱きつかなかった。男の部屋に呼ばえに来て、触られたら悲鳴を上げるとか一体どんなつつもたせだよ。呼ばえじゃないよ、つつもたせでもないよ。